鶴橋駅は、大阪府大阪市行くのく鶴橋2丁目及び、天王寺区下あじふ町にある、近畿日本鉄道、西日本旅客鉄道、大阪市高速電気軌道の駅である。JR 西日本の駅番号は、JRO04。近畿日本鉄道の駅番号は、A04D04。大阪メトロの駅番号は、S19。JR 西日本の駅シンボルフラワーは、 アジサイである。近鉄と JR が交わる交通の要衝で乗り継ぎをする利用客が多く、大阪環状線の当駅と隣の玉造駅との間は、線内で最も高い混雑率となっている。JR や近鉄の自動放送では、鶴橋とるにアクセントを置いて発音されているが、大阪メトロの自動放送では、鶴橋とつにアクセントを置いて発音されている。 近畿日本鉄道の各線、JR 西日本の大阪環状線、大阪メトロの千日前線が乗り入れ、接続駅となっている。JR 西日本の駅は、アーバンネットワークエリア、および特定特市内制度における大阪市内に属する。近鉄の駅に乗り入れる路線は、線路名称上は大阪線のみであるが、福々線を利用して、奈良線の列車も乗り入れており、 案内状はそれぞれ独立した路線とされている。大阪近郊においては珍しく、改札が一つで乗り換えができる駅である。乗り換え改札口は JR から近鉄への改札は JR が、近鉄から JR への改札は近鉄が、管轄している。近鉄線から JR 線を利用する際、区間が連続している場合、 乗り換え改札口の自動改札機において、直式乗車券の3枚一括処理ができる。以下に、組み合わせの例を挙げる。乗り換え改札口の自動改札機は、アイコカとピタパの2種類の IC カードに対応し、近鉄、または JR の乗車駅から1枚の IC カードで入場した場合、鶴橋駅の乗り換え改札口にある自動改札機にその IC カードをタッチすると、 それまでの乗車区間運賃の生産と乗り継ぎ駅の情報の記録が同時に完了し改札機を通過できる。また乗車駅から次期式乗車券で入場した場合でも乗り換え口の自動改札機で最初に次期式乗車券を入れその次に IC カードをタッチすると生産が完了して改札機を通過することができる。スイカやとか守護かの場合は 改札機を使用できないこともある。相互利用できる IC カードを2枚重ねでタッチして利用することはできない。2種類の IC カードを使い分ける場合は、通常の改札口を出場の上、改めて乗り換え先の通常の改札口から入場する。乗り換え改札口には、 それぞれ次線の乗り継ぎ生産機と他線の乗車券券売機が併設されており、さらに内回りホームの乗り換え改札口の近鉄側には JR 緑の窓口と近鉄定期券特急券購入窓口が、外回りホームの乗り換え改札口の JR 側には近鉄特急券購入窓口が設置されている。乗り換え改札にはエレベーターがないため、車椅子利用者は、 地上通常改札オイル出場資料改札の間は一般行動を利用する必要がある。近鉄の大阪方の中核となる駅でアーバンライナー、火の鳥、島風を含む全列車が停車する。主に JR 線との乗り換え客に多く利用されており、大阪線、南波線の大阪方主要駅では最も利用客が多い。駅長配置駅で今里駅の管理を行っており、 駅長室は営業所が併設されている。特急券、定期券は専用の自動販売機及び駅窓口にて即時購入が可能であり、1.2番線ホームにも特急券専用の窓口が設置されている。当駅から伊勢島方面への特急券を購入すると乗車する列車が大阪南場発の場合は1番線乗り場、大阪上本町発の場合は2番線乗り場と、 印字される運賃特例として、大阪線の不正規移となら戦争互換を乗り継ぐ、際に不正規を通過する列車を利用する場合、当駅での乗り換えが認められている。使用されていない下りホームの後島式ホーム2面4線を、有する高階駅で有効長は10両、ホームは2階にある。改札口は、鶴橋市場の中央にある東口と、 JR との交点直下にある西口の2カ所あり、西口は JR の改札口と同じ位置にある。このほか3階には JR 線との連絡改札口が設置されている。またホーム中ほどには両ホームの乗り換え専用通路がある。トイレは東西両方の改札内と乗り換え専用通路にある。エレベーターは西口にのみ設置されている。乗り場木数番線に 大阪南馬駅西に発着する列車が、偶数番線に、大阪上本町駅地上ホームを発着する列車が、使用している。それぞれ1番線と2番線、3番線と4番線が同一平面上にある、対面の理解が可能である。大阪線の特急の一部は、大阪南馬駅を発着としているが、東駅東方の渡り線で転線するため、東駅では、奇数番線に発着する。 なお滅多に使われていないが、前期の渡り線以外にも、大阪上本町方奈良方、奈良方大阪上本町方、さらには、大阪線と奈良線との間に、上り線と下り線への渡り線も設置されている。日本で一番小さなファミリーマート店 JR との乗り換え改札口がある3階は、大阪環状線の内回り側に、 JR 西日本の緑の窓口や近鉄の特急券、定期券券用自動券売機コーナーのほか、南都銀行とセブン銀行のキャッシュコーナー、QB ハウスなどがある。また、大阪環状線の外回り側には、ファミリーマートや、理想な銀行キャッシュコーナー、各種飲食店などがある。ホームには、ファミリーマートの小型店舗が設置され、JR 乗り換え口の店舗を含め、 近鉄駅ファミの愛称が付けられており、独自にピタパが先行導入された。このうち、1.2番ホームの今里よりに設置された、ファミリーマート近鉄鶴橋駅1番ホーム東店は、実質的には売店に近く、日本で一番小さなファミリーマート店と称している。電車が到着、入線の際、停車駅の自動放送の案内の後、奈良線と大阪線別々に接近メロディーが、 設定されている。一番線には線路を挟んで向かい側に使用されていないホーム跡がある。これは1955年に当駅が2面4線化されるまで下りホームとして使われていたものである。この時まで現在の下りホームは上りホームとして使われていた。駅長が配置された直営駅であり、管理駅として寺田町駅、桃谷駅、玉造駅、 森の宮駅の4駅を管轄している。事務官コードは61508。相対式ホーム2面2線を有する高架駅で、分岐器や絶対信号機がないため、停留所に分類されている。改札口は、中央改札口、近鉄の改札口の2箇所の他に、近鉄との連絡改札口が内回り、外回りホームそれぞれにある。エレベーターは、各ホームと、 中央改札口を結ぶもののみ設置されている。ホームは3階にあり、ホーム内には JR 西日本グループのコンビニエンスストア、ハートインやロッテリアのほか立ち食いそば、うどん店がある。ホームの長さは10両分以上あるが、通常電車は南側から8両編成分に停車するため、電車が停車しない北側部分は柵で仕切られている。かつて、 ホームから一回降りたところにブックオフがあり、ホームにつながる通路と出入りできる改札口が設けられていた。この改札口は自動改札機のみで乗り越し生産機や自動券売機は設置されなかった。この改札口はブックオフの閉店に伴い2019年3月20日の営業をもって閉鎖された。乗り場発車メロディ大阪環状線改造プロジェクトの一環として 2015年3月22日から、カツラ・ジャック・サブロー・イズ・マンプク・ブラザーズの、ヨーデル食べ放題が発車メロディとして使用されている。当駅周辺には多くの焼肉料理店があり、駅周辺のイメージとして、焼肉が定着していることにちなんでいる。島式ホーム一面2線を有する地下駅。改札口は、東西2カ所に設けられている。 出入り口は JR 鶴橋駅付近に5から7番出入り口、その西の交差点の付近に1から4番出入り口がある。JR 及び近鉄への乗り換えは6番出入り口が近い。当駅は日本橋管区駅に所属し、同管区駅長が当駅を管轄する。乗り場またこれらの乗降客数の合計は約38万人で恵比寿駅と同規模である。 近年における1日乗車、乗降人員の推移は、下表の通り。駅前は、戦後に在日朝鮮人によって作られた、コリアタウンが中核を担っている。駅周辺には、焼肉店や韓国料理店、食材の小売店、漬物屋、などが多く、特に夜にかけては、近鉄線ホームの一部が、焼肉州で充満することがある。鶴橋駅周辺のこの賑わいは、 環境省の香り風景百選に選ばれた。駅南西側には朝鮮半島の民具や衣装や食品を売る店が多い、高来市場もある。駅東側には大阪鶴橋鮮魚卸売市場があり、伊勢湾などで水揚げされた天然物の,の魚介類が鮮魚列車などで入荷される。卸売市場であるが小売りもを行っており、大阪においては黒門市場と並んで、 職の宝庫として知られる。また、千日前通り沿いにも商店が広がっている。近鉄鶴橋駅南側、及び千日前通り北側に自転車駐輪場が設置されている。駅名は、開業時の自治体名の東成郡、鶴橋町に由来する。なお、幾の区くの現行町名である鶴橋は1973年、実施である。 旧自治体名や現行町名の鶴橋は、4世紀頃に架けられた鶴の橋に由来している。日本最古の橋であり、日本初期の任徳天皇14年の上に、ため橋を一家室即合損く小橋なりと記されている。一説によると、鶴がよく集まったためこの名がついたと言われている。ただし、鶴の橋がかかっていたとされる、支点付近にある、 鶴の和市跡公園の最寄り駅は東駅ではなく、南隣の桃谷駅となる。また、よく混同される、イクのコリアタウンも南隣の桃谷、加えて、平野川急稼働より東側に展開しており、こちらの最寄り駅も東駅ではなく、桃谷駅となる。ちなみに、鶴橋駅付近は、駅北側に東小橋、駅南側に、昨日の集落が位置する。停留所は、 千日前通り沿いと玉造り筋沿いに分かれて設置されている。かつては近鉄バス平岡線も停車していた。利用状況の出店。ありがとうございます。